ああ、やっと起きた。おはよう。何してんの？起こしてあげたの。男の子はこうやって起こされると嬉しいかと思って。何考えてんの？いいから早く起きて。ねえってば。ねえ、なんか硬い感触があるんだけど。いや、俺は別に。違うわよ。何これ。なんでこんなもんが俺んとこに？あんた、私たちと同居し始めたと思ったらそんなゲームって。つうか俺、こんなもの全然くっと、こわっ。この変態。今度変なことしようとしたら100回殺すからね。バサラさん、おはようございます。おはよう。おう、サンキュー。何か変ですか？そういうことですか。残念でした。ちゃんと来てます。私の引っ越し祝い気に入ってもらえました？引っ越し祝い？俺とリアルギマイの青春万が一。あれは君が。義理の妹なんて調教以外に使い道ありますか？なんだこの子は。もしかしてゲームじゃ物足りないから生身でやらせろってことですか？どうしてそうなる？私を押し倒して今度はマリアと青春万が一なんだ。可愛い妹が二人もできてはしゃぐのはわかるが、犯罪だけは勘弁な。カキラもわかってね。何よ、そういう顔もするんだな。なんかこういうのいいなって。初めての家族写真なんだから少しは楽しそうにしなさい。家族ね。ねえ、一人？俺らと遊ばない？触んないで。私に触れたら100回殺すわよ。バサラ。バサラだ？なんだそのダセえ名前は。何？ごめん。気にすんなよ。胡椒くらいまた買えばいいんだからさ。ごめん。本当に。悪くないだろ、ここ。綺麗。夜景はもっと綺麗なんじゃないかな。今度みんなで来ようぜ。うん、そうだね。また今度。まあとにかくまだ親同士再婚したわけじゃねえけど、一緒に暮らすんだしさ、助け合わなくちゃな。ミオが起こしに来てくれたのと同じでさ、ほら小さなことでも助け合ったり認め合ったりして少しずつ家族になっていけばいいって思うんだよな。今少しだけお兄ちゃんっぽかったかも。そうか。うん、ちょっとだけ。ちょっと待ってよ、今から海外出張って。フリーランスってのは信用第一、迅速確実が大事でな。いきなりすぎるだろ。どうすんだよあの二人は。父親がいないとき家族を守るのは長男の仕事だぜ。やっと言ったようですね。親父言ったよ。なんだよ、いるじゃないか。どうしたんだよ。おいおい、親父がいなくなったら急に警戒されるってわけ？あのね、バサラ、お願いがあるんだけど、この家から出てって。悪い、もう一遍言ってくれるか？